今年の選抜出場32校で唯一3年連続出場しているのが明豊です。そんな今年の明豊の最大の強みは公式戦わずか8試合で1失策という鉄壁の守備です。そのエラーは投手の1失策で内野手外野手は全員無失策、守備が安定しているのが分かります。九州大会では初戦準々決勝といずれも接戦を勝ち抜いています。大崎との試合でも大接戦を繰り広げました。まずはその一端が分かる守備練習を紹介します。守備では川崎監督が執念とはボールに顔を近づけることと熱く説く場面がありました。このシーンについて川崎監督に聞きました。才能優れた選手ばっかりがいるわけじゃないので、泥臭さとかその粘り強さって、粘り強さとかっていうのは言葉で言うのは簡単なんですけど、なかなかそれじゃあどうやって生み出してくるのってなった時に、日頃の練習からこう一球に対する執念とか執着心とかっていうのを持って、で泥臭くやらないと簡単に粘り強さっていうのは出てこないので、まあ、やっぱり練習から、ね、そういう一球に対して執念を持って、やれと、試合のつもりでやれっていうことは常に言ってますし、まあ、彼らもそうやって言うと本当にこうすぐこう表現してくれるので、それがこのチームの、まあ、強さだと思います。ジャチャン代から、緊張感っていうのを本当に出してきて、自分たちの代からこうノーエラーというのも始まって、そういう緊張感が本当試合にも生きてきて、監督さんも執念という言葉を言ってるんですけど、やっぱ本当に守備からリズムを作らないところは勝てないし、そういうところをしっかり意識してやってます。川崎監督によると今年は例年より打撃は劣ると言います。ただそれは全国トップクラスの破壊力を誇った2017年、対応力の高かった2019年と比べるとパワーが劣るという意味で、勝ち上がりを見ても九州大会ではプロ注目投手を擁する九州国際大付属神村学園を破っているだけあって、一定レベルの打撃力の高さがあることが伺えます。今年のチームが九州大会ベスト4まで勝ち上がれるのは、川崎監督が選手たちに葉っぱをかけてきたことが大きいようです。最弱のチームだっていうところから選手たちは言われてスタートしたとおっしゃってますね。やっぱ監督さんの方でもそれはやっぱ本音として思ってらっしゃったんですね。そうですね、まあ半分本音、半分はまあこう奮起を促したというか、これをこうそうやって言われることに対して、クソと何クソと思って、這い上がってきてくれないと今のままじゃ厳しいなと、何かこう、まあ、僕にとっても大きなこう賭けでしたけども、まあ、何か大きな変化を与えないと、今のまま行っても甲子園はないなっていう感じはしたので今ねこういう時代でこうあんまりこう否定をしたりこう引き離すっていう指導っていうのは、まあ、あんまり良しとされない部分もありますし、
難しかったんですけど、まあ、ただその前に交流戦で3年生が甲子園で試合をこう見せてくれてたので、はい、まあ、そのこう熱があったので今言ってもまたあそこで野球がしたいっていう気持ちが強い間であればこういう言葉もプラスになるかなと思って、まあ、言ったんですけど、しかし今のままでは全国で戦えません。この日も一本バッティングを行い、選手たちはレベルアップを目指しています。相手のいるピッチャーに対して、その相手のボールに対してそれがどう、生かしていけるかというのはこれからだと思うんですね。また今年の投手陣は太田投手、京本投手、鮭原投手など非常にレベルが高い投手が揃い、歴代のチームと比べると投手力は決して負けていません。2年前の選抜ではベスト4、今年も上位進出を狙い練習に取り組みます。最後に選手たちに意気込みを聞きました。チーム違うようになって一つになっているチーム、コロナ禍の状況で、開催させていただくことに感謝して、最高のパフォーマンスができるようにチームの、目標である日本一に、なれるように全員で準備していきたいと思います。まあ、毎日本気で日本一日本一っていう言葉を掲げながら、選抜で、応援したいと思いますし、まあ、こういうコロナの状況の中で、ここの地元の別府も結構こう観光が、ね、メインの土地ですので、ちょっとやっぱりこう、沈んでますし、暗いニュースが多い中で、選抜でうちが活躍してもう一回こう別府に活気を持ってこれるような、まあ、そういうゲームができたなと思っています。明豊高校の皆さん、今回はありがとうございました。選抜での活躍も楽しみです。高校野球 .com では注目校を取材した記事を随時公開中です。概要欄に URL を記載しているので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。